皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。トラビスジャパンの松倉海と川島ノエルが W 主演を務める音楽劇、アベター・トゥモロウ・男たちのンカの全キャスト配役と紛争ビジュアルが公開された。すべての画像、音楽劇、アベター・トゥモロウ・男たちのンカメインビジュアル。原作は1986年に公開された香港映画、男たちのンカ 今回の舞台版は、帝義信が脚本、演出を務め、原作の核でもある兄弟愛や友情、パワフルなエネルギーはそのままに、世紀と国境を越え、音楽劇として蘇る。キット役の松倉、マーク役の川島をはじめ、物語の柱を担う砲役で青柳章、組織のボス、金、の息子新役で岡田義則、 組織に雇われている殺し屋ジャッキー役と香港警察の警部でキットの親友霊役で尾上博之、香港警察の部長でキットの上司ジョン役で上滝昭一郎、金の多いブラッキー役で清水優、キットと頬の父親、リエン役で中村誠、スクラップや宝優、パンヨウ、商会の社長、チェリーリーリーン役とキャバレー、メープルフォレスト、の歌姫ブリジット役で福井昭一。 金役で神保智が出演する。『アベター・トゥモロー男たちの番歌』は2024年6月から7月にかけて東京、日本青年館ホール、大阪、オリックス劇場で上演される。青柳賞コメント、出演のお話をいただいたとき、これはチャレンジした方がいい作品だなと直感し、その思いで参加させていただきました。出演が決まって映画を見返しましたが、 大好きなお札を燃やしてタバコに火をつけるシーンは現代だとどうなるんだろうなどと想像しながら見るのも楽しかったですね演出のさんとは初めてご一緒しますが熱量がすごく大切な作品になると思うので熱い稽古場にして本番を迎えたい僕自身が持つ揺らぎと演じる役が持つそれとがリンクして物語を面白く展開させていければいいなと思っています 岡田義コメント。僕は帝義信という演出家が大好きなので出演が決まった時は飛び上がるぐらい嬉しかったです笑。改めて映画を見直してみて泥臭さの中にも男たちの厚苦しさ素敵さなどいろいろな要素が詰まった作品だなと感じました人間の持つエネルギーみたいなものを最大限前に出す演出をしてくださる帝さんなので 今回も男たちが全身を使って叫んでいる姿を見られる舞台になるのではないかなと思っています。今回は音楽劇の男たちのバンカ、完成した時、自分たちもびっくりするんじゃないかという期待を抱きながら作っていこうと思います。尾上博之コメント、18歳で上京後、20歳ぐらいの頃に見て大感動した映画が、男たちのバンカ、でした。 他にも仁義なき戦いやゴッドファーザーなどいわゆるヤクザもの世界に憧れながら生きてきたので出演が決まった時はめちゃくちゃ嬉しかったです裏社会を描いた作品ですから内容的には重たい場面が続くと思われますが今回はテイさんの演出で音楽劇ギャグを得意とするテイさんによってあの名作がどんな風に生まれ変わるのか僕自身楽しみで仕方がありません 映画に負けない名作を作ろうと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。上滝章一郎コメント、映画では、やっぱり蝶優ァさんが二丁拳銃で敵地に乗り込む姿が圧巻でした。今回、そんな熱い男たちが躍動する舞台に出演し、男たちの一員になれると思うとなんだか感慨深いです。兄弟愛、友情の物語として際立っていることはもちろん、 アクションで暴れ回る印象もありますから、体力作りも含め、しっかり準備していきたいと思います。登場人物に対する優しさと世の中に対する厳しい目線が同居する、低三節と、今まで手がけてこられた作品とは少し毛色の違う原作が出会い、どんな化学反応が起きるのか、すごく楽しみにしています。清水ゆうコメント、今回、久しぶりに映画を見直してみたら、 出所ししたた兄のの方が親友のマークと再会すす。る場面でで泣いてしまったんですあの物悲しい、安んにいな感じ、昔は全く引っかからなかったのに、大人になって、感情を刺激されるところが変わったんでしょうね。亭さんとは今回初めてご一緒しますが、いつも喜怒哀楽が濃くて、悲しい時も笑っているような人間味が溢れる物語を作っていらっしゃるなと思います。 自分もその中で今までに出したことのない感情を表現し、一人一人の表情が想像できるような熱い物語を送り届けたいと思います。中村誠コメント、前回定算演出の作品に参加した時の稽古場がすごくいい空気で、今回続けてご一緒できるのはめちゃめちゃ嬉しいです。我慢強く丁寧な演出の合間にも 関西の芸人さんみたいな笑いを、無理言ってすみませんと入れてくるのが好きです。今回気になっているのは、音楽劇、だということ。僕少ないながらもミュージカルに出させてもらったこともあって、もちろん歌い出したらすぐ歌の上手いアンサンブルの方がどんどん合流してきたんですけど、笑。だから、ぜひ、歌わせてください、という覚悟はあります。とてつもない作品になりそうな気がしますので、 全身全霊を傾けて臨みます。福井翔一コメント、原作映画はオファーをいただいてから拝見したのですが、家族愛や男同士の友情など、熱い思いがたくさん詰まった映画で、非常に面白かったです。アジアで2番目にしつこい演出家、を自称するテイさんですが、わら、元にあるのは、諦めずにいいものを作りたい、という熱い思い。 弱いものにスポットを当てるテさんの作品では、救いや祈りといったものを強く感じます。たっぷり織り込まれる、笑い、とのバランス含め、笑、音楽劇としてどう立ち上がるのか楽しみです。過去2回に続き、テさんの作品で女性役をいただけたこと、また歌を披露できることも嬉しく思います。神保悟志コメント、テ義信さんとは初めてのお仕事ですが、 僕の信頼するプロデューサーが強く注視している演出家ということで、ぜひご一緒させていただければと思いました。男たちの漫画は、若い頃に見て、昔の日活映画のような匂いと香港映画特有のアクションの融合が、新しいなと思ったのを覚えています。裏社会のボスの役ですから、できる限り、ラスボスにふさわしい悪を演じたいですね。今回は、音楽劇。 という新しい挑戦もあるのですが、その中でもアクション、それぞれの人間像など、いろいろな表現の可能性はあるので、自分のできる何かを見つけていこうと思います。公演情報、音楽劇、アベタートゥモロー男たちの番歌、脚本、演出、テイヨシノブ、原作、映画、男たちの番歌、出演、松倉海と川島ノエル。 青柳翔岡田義則小野博之上,上滝翔一郎清水優中村誠福井翔一神保佐都加藤照夫新道広島津上淳也五味良介羽鳥翔太稲葉俊一島村翔司森野健一榊会答東京公演日程2024年6月24日月曜日7月8日月曜日会場日本青年館ホール 大阪公演日程2024年7月12日金曜日7月16日火曜日会場オリックス劇場どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。